まだエグベルトが来た様子はないみたいだが、禁断の地を犯す者よ、速やかにここを出て行け。ここは何人たりとも犯してならぬ聖地である。あえて立ち入るならば、その命ないものと思え。こいつらは古代のガーディアン、ダークロッドを守るもの。それでエグベルトも手が出せなかったのかしら。さてな、この程度で諦めるようなやつじゃねえと思うが。とにかくエグベルトが来る前にロトを取っちゃおう。いいですね。かわいそうな。全力で行け。ご命令を。はい。やはりガーディアン程度の力ではお前らを倒すことはできなかったようだ。だがお前らのおかげで結界が解けたようだ。一応礼を言っておこうか。今日はまことに愚か者の多い日よ。だがたとえ誰であろうとも、この聖なる神殿を犯すことは許されぬ。お前たちがここで死ぬのだ。お前らがいくら私の邪魔をしようとも無駄なことよ。これがダークロッドか。待て、エグベルト。うるさいやつだ。お前は、そうか、その羽のティアラは好奇の末裔か。好奇の末裔が邪魔をするなら、か。なるほど、あの者の言った通りだな。まあよかろう。とりあえずダークロッドはいただいていくぞ。何だ、ダークロッドが奪われた。我いにしえの呪縛より解き放たれた。しかし、まさかあのエグベルトがジェシカ殿の弟子だったとは。私が転生を行う前、彼は私の元で魔導を学んでいたのです。しかし次第に彼はより強力な魔力を欲するようになりました。そしてベルンハルトを帝王としてレイガルド帝国を築き上げたのです。陛下と私が力を合わせれば国を起こすことぐらいたわいもないことよ。さらにアルハザードの封印さえ解ければ、
定化は無限の力を得る。そうなれば大陸の制覇すら実現できるのだ。私は今あなたに魔導を教えたことを後悔しています。でもせめて私自身の手であなたのその野望を終わらせてみせます。残念ながらアルハザードの復活を急がねばならない。あなたと遊んでいる時間はありませんが、ダークロッドを手に入れた以上長いは無用。私はお前らの剣とダークロッドの入手の方法を陛下に伝えねばならない。さらばだ、好奇の末裔どもよ。また会うこともあろう。生きていればな。ジェシカ殿、そのうち決着をつけるとしよう。だが今はまだ早い。本来の力を発揮できぬ魔術師を倒したつまらぬからな。ではさらばだ。くそ、逃げられたか。これ以上こいつらと戦ってもまるで意味がないな。しかしガーディアンが守るべき目標を失って動き始めてしまいました。ガーディアンたちを野放しにしてこの場を去るわけにはいきません。放っておけば麓の村を襲うでしょう。彼らを倒すか我々が死ぬまでガーディアンは追ってきます。ん？行くわよ。出しなさい。行くわよ。行くぞ。はいよ。行くぞ。正確に。はい。これが私の信じる心です。
クロッドが奪われた以上、アルハザードの力の解放も時間の問題でしょう。闇の魔剣アルハザードに対抗できる剣は光の聖剣ラングリッサーだけです。それでラングリッサーはどこにあるのです？人目につかないようバルディア城に封印してあります。バルディア城のことなら光の神殿にあった古文書で読んだことがあります。場所も大体わかります。ではバルディアまでの案内はリアナさんにお願いします。私は帝国の侵攻に備え、諸国を説得して帝国に対抗する勢力を作ることにします。帝国はきっとラングリッサーも探しているはずです。急いでバルディアへ向かうのです。